んが、それこそね、夫を持ってはったら嫌どすやんか、お客さんとしたら。確かに嫌だな。嫌だけど、そこはルールね。え、まあ、でもそれ難しいね。まあ、ね、芸妓さんお姉さんだからね、何もないとは言わしまへんけど、ね、だからそこを求めるのは、ねえ、まあ、それは一人の女性ですからね。それを否定するわけじゃないし、そうそうそう、ね、ただね、うちも憧れの姉さんのそういうとこはもう見ひんようにした。まあ別に自分が将来そうなってもね、あのいろいろ言われても嫌だろうし、そうですね、うん、そういう時が来ることがない方のが逆に悲しいわけで、そうですね、うん、好きな人ができちゃったらどうする。そうですね、うん、まあ、お客さんのうちは我慢、我慢するんだ。彼氏我慢できんくなっちゃったら、うん、まあやめるしかないよ、ね、中学校で彼氏おった。いや、いやらしまい。あ、そっか。でも他の子がチューしちゃったりとかするの、あキャーとか僕言った。お手紙をそのお友達からよく交換でいただいたりとか、バレンタインのチョコあげたとか、やっぱり彼氏ができたとか、うん、どこどこまで行ったみたいな、うん、人のことを一言興味ある、全然うちらの分からへん世界です。先輩と付き合うことになった、なんとかちゃんがみたいな。そうだ、同級生だとそういう話出てくるよね。でも携帯持ってないから、だ携帯持ってねえだもんで、どうやって帰ったって連絡も取れへんなら、どう手紙か電話ってこと。まあ、電話もあんまり、あ、でも家帰れば携帯を置いてあるってこと？ではないね。じゃない。契約をしてるわけじゃないもんね。はい、全然今時珍しいね。そうだよね。あんまり聞かないね。逆にいいよね。逆にちょうどなんかふさわしい。ふさわしい。そういう意味ではね。そう思うよ。なるべくしてなったみたいな感じでね。そうであるべきっていうふうに思うね。だってまあ小学校の時からもなりたい言うとったら。はい。そっか、うちは漫画家になりたいって言ってた。俺なんで、あれなんか…うちはちょっと憧れる。あ、そう、